タラコスパゲッティはタラコを主要な具材として用いたスパゲッティ料理である。1963年から1967年頃、東京都渋谷区にあるスパゲッティ専門店の老舗、壁の穴で常連客であった人物からキャビアを持ってきたので、これでスパゲッティを作ってくれという要望をきっかけとして、店主の成松高安が考案したレシピである。 きっかけとなったキャビアを加えたスパゲッティは大変美味であったが高級食材のキャビアを日常的に店で出すことはできなかったため安価な代替品を探した結果としてタラコを用いて作られるようになった上に振りかけられる海苔は茶漬けに着想を得ているという明太子スパゲッティインスタント食品としても出回っているほぐした生のタラコバターまたは オリーブオイルと混ぜ合わせて滑らかなペースト状にし、茹で上げたスパゲッティに絡めるだけで出来上がる。塩、胡椒、レモンの絞り汁、アンチョビなどを加えることもある。また、焼きたらこを用いるレシピもある。オリジナルレシピでは最後に刻み海苔を上からかける。粉状にした昆布を混ぜるレシピがオリジナルである。日本人の思考にあったためか、近年それがたちまち日本に定着していき。 いわゆる和風のスパゲッティという新しいジャンルの代表的なメニューとなった。その後様々なアレンジが加えられ、例えば生クリームやチーズ、マヨネーズ、醤油を使うものや、タラコの代わりにほぐした、辛子明太子を加えたソースを茹でたスパゲッティの上にかけたものもある。刻んだシソの葉などを乗せる場合もある。なお、イタリアにも魚卵を用いたパスタは存在する。最も著名なものは、 カラスミのパスタである。ありがとうございます。